ビデオカメラのデータ復旧を行いました。埼玉県のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラはパナソニック HC-V750M。 ビデオカメラを落下させたところ壊れてしまい、電源が全く入らなくなってしまったという状況です。データ復旧処理を行い、4時間23分の動画データの復元に成功しました。またテレビで見られるブルーレイに変換してお渡ししました。